コメント読みます。テキトさん顔出ししてくれてから感情とかも顔でわかるようになってもっと自分的に好感度上がった。おお、これめっちゃ嬉しいね。皆さん好感度上がりましたか？顔出し、顔出しと顔出し後どっちがいいですか？皆さんよかったらねコメント欄に書いていってください。テキトチャンネル、いいよ、テキトです。さあ今回はですね、またファッション対決をしていこうと思います。はい、というわけでね、前回の動画の高評価数が1000を超えたので、今回続編やっていこうと思います。まあ、続編といってもこの動画から見始めた人ももちろん見れる動画となってますので最後まで見ていってください。はい、というわけで皆さん、おしゃれになりたいと思う方はグッドボタンよろしくお願いいたします。今回も高評価数が、1000を超えたらまた続編を出そうと思います。お、今回参加者めっちゃ多いね。皆さん見てください、俺の頭の上見て。 VIP VIPそう、皆さん、あのね、前回多分言ったと思うんだけど、あの、VIP に入ると、着れる服がめっちゃ増えるんですよ、多分。なんで、今回は VIP になって、まあ、めちゃめちゃいい服を着て、もうチャンピオンを目指していこうと思います。さあ、あと10秒で始まりますね。さあ、今回のお題は何だろう？そう、このゲームは、一回一回テーマが変わるんですよ。お姫様とか、まあ、王様とか、あとはこう、なんだっけな、なんか休日とか、結構変な、変わったテーマもあるんですよ。どうだ？ん？カテゴリー、アニメ！アニメキャラクター。でも今俺の格好はアニメキャラっぽく、アニメキャラクターっぽくない？これもうこのまま出たら勝ちる、勝ちる滑舌終わってんだけど、今回勝てんじゃねえか。さあ来ました。いやーこれね、みんなこの服装になっちゃうんですよ、ほぼ全裸。さあ行きましょうかなんかウケるな、赤ちゃんがシャワー、滑舌やばいわ、赤ちゃんがはしゃいでるみたいだね。さあアニメキャラクターなんで、ちょっとアニメっぽい見た目、まずは目からいきましょうか。アニメっぽい見た目でもね、あの日本のアニメでも考えちゃダメだよね。これ結構海外の子がやってるゲームだから、こう日本っぽい、日本で言えばさ、こういうアニメって言ったらこういう感じじゃん。でも実はこういう系なんじゃない？あーでもなんか違うな、これか。いや可愛いけど違うな。いややっぱ日本でいこう、俺はもう日本のアニメでいこう、これでいこう。かわいい、めっちゃ。これで、女の子。男の子に、いやでもね、女の子の方が勝てる気がする。どれにしようかな。これかわいいかな。え、かわいい、めっちゃかわいい。これで肌の色ちょっと明るくしようか。トーンアップしましょう。これかな？さあ、白くなる？はい。あー、ちょっと明るくなった。かわいい。これ黒髪にしようかな。さあ、アニメキャラクター。ちなみに、VIP。VIP の服装もちょっと買ってみたいね。ちょっと待ってね。まずは髪の毛の色変えましょう。髪の毛の色を黒にしましょう。あーめっちゃ可愛い。あと金髪の方が可愛いかもしれないな。金髪でいこう。金髪。あ、可愛い。金髪いいね。でももうちょっと。あ、これがいい、これがいい。いい金髪。で、私 VIP なんで、多分ここかな？ここが VIP のルームだと思う。さあ、わーすごい！結構いろんなアイテムがたくさんある。どれがいいかな？アニメでしょ？アニメキャラクター。でも今回は、まあ、ちょっと一般、女子高生アニメみたいにしたいんで、制服を使いたいんだけど、制服がないな。あ、これ制服っぽくない？あ、でもなんかアニメっぽい。どうですか皆さん、これアニメっぽくないですか？じゃ、これでいきましょうか、今回。で、まだね、2分あるんで、ちょっと、こっからね、バッグとかいろいろ揃えていこう。かわいい、めっちゃ。さあ、今回絶対チャンピオン取るぞ。前回確かね、チャンピオン取れなかったんですよ。なんかかわいい、これとかどう？あ、来た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 。あーすごいいい匂いこれシャンプー浴びました。さあこれで、バックアニメキャラクターで、まあ、ちょっと高校生っぽくしたいんでバックが欲しいな。あ、これいいじゃん、これルイ・ヴィトンのバックみたいな。いやお前金かかんのかよ。まあ、いっか、買っちゃおう。今回はちょっと課金デーにしよう。もう課金しまくりましょう。今回は課金しまくります。さあ課金しました。さあこれでバックが買える。あれ、あ、来た。あ、これじゃねえよ、ちょっと待って、こっち待って、おい、いらない。なんでこのこっちのルイ・ヴィトンブランドもののバッグがいいんだけど。まあいっか、これでも。いや本当はね、なんか若いくせにブランドものばっか持ってる女子高生をちょっと演じたかったんだけど、なんかね買えませんでした。でそしたらね、他のアイテムとかもあると思うんで、ちょっと他のアイテム見ていこうか。なんかあるかな、スタイルとか変えたいけど、でももうアニメキャラクターっぽくない？ちょっと一回顔変えてみようか、他の顔の方がいいかもしんない。じゃあこれは？ほい。あー、これも可愛いけど。めっちゃ笑顔。めっちゃ笑顔。これもいいな。これは？
あ、もうこれは最悪。これは最悪だわ。やっぱあと20秒しかない。一回これ戻して。これめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いけど、女の子受けするのは、どれかな？これかな？あー、なんかアメリカのアニメにいそうだな、これ。これは？どれがいいかな？これ可愛いんじゃない？あ、これ可愛い。あ、これめっちゃ可愛いじゃん。これアニメじゃない？よしよし、よし、これでいこうか。さあ、勝ちますよ。今回チャンピオン絶対取ります。皆さん見て、お、来た！タイムアップ。さあ、果たして、お！かっこいい！パリ！フランス！いや、もう私にぴったりですね。皆さん、パリとかフランスとか、パリとかフランスとかっていうか、海外行ったことありますか？最近は行けないけど、皆さん、もし海外行ったことあったらね、ぜひコメントに、なんかここおすすめだよみたいな。今度そのコメント見て私が旅行しに行くんで。さあ、来ました。最初は、お、俺じゃないね。アニメキャラクター。あー。アニメキャラクターこれか。ちょ、見づらいな。これ3かな。俺個人的に、皆さんもね、ちょっと評価してってください。星いくつか。星5が一番良くて、星1が一番良くない。さあ、アニメキャラクター、あー、なんかアナと雪の女王みたい。この王冠、黒い王冠見づれな。見づれんだよね。ちょっと星3かな。これちょっと俺的に微妙かな。やっぱり日本人的にはちょっと違う感じがしますね。さあ、次サンダラブリー。この人もVIPだ。あ、頭のなんかカピバラが可愛いね。ちょっと見づらいな今回マジで。そしたら3、いやちょっと今回なんかな、すごいっていうのがなんないな。アニメキャラクターっていうのが欲しいね。お、難しい。あ、でもちょっとアニメっぽいかも。これ4かもしんない、個人的に。この子良くないですか、皆さん。アーニャの友達、アーニャの友達ベッキーって言ってる。頭おかしいな、こいつ。アニメキャラクターっぽいけど頭おかしいわ。さあ、次はピーマさん。お、次は、なんかちょっと見づらかったな。あ、でもアニメキャラクターっぽいかも。この子も星4かもしんない。さあ、そろそろ俺来るんじゃない？あ、まだか。めっちゃ人数多いやん。人数めちゃくちゃ、お、おい。あ、かわいい。あ、でもアニメ、あ、めっちゃかわいいじゃん。星4これ。これめちゃめちゃかわいいわ。すごい。ちょっと羽が派手すぎるけどね。お、敵来た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 。さあ、来ました。私、デキトです。なんか、なんかさっきの見ると、微妙かもな。あ、でもかわいいかわいい。あ、めっちゃかわいいじゃん。さあ、皆さん、星5、星5、星5ください、星5。さあ、チャンピオンください、マジで。チャンピオンになりたい。チャンピオン、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 チャンピオン。俺、最後かな。あ、まだいるわ。さあ、次は。おい、フランケンシュタイン出てきたんだけど。シュレック、あ、シュレックか、これ。あ、確かに。あ、シュレック。あ、こいつすごいね。ちゃんと英語と日本語で、表を、シュレックのアニメ、シュレックっていうアニメキャラクターですよって言ってるね。うわ、シュレックに負けたくねえな。頼む。敵と来い。敵と来い。よしよし、見たか、皆さん。1位取れました。1位取れたんで、グッドボタンよろしくお願いいたします。よったー。よっしゃ、マジで嬉しい。1位だ、17点。マジで来たわ、本当に。ここに来て1位取れました。いや、マジで神。いや、ちょっと2連チャン、2連勝行ってみる。いや、さすがVIPテキト。VIPテキト、いつもと一味違いますよ。さあ、お、なんかテキトさんって言われてる。こんにちは。さあ、次行くぞ。絶対2連勝してやる、今回も。今回もっていうか、今回初めてチャンピオン取ったけどね。さあさあさあ、ちょっとね、優雅にバーでも行きますか。座れね。あ、なんか視聴者めっちゃいるわ。イエーイ、かわいい。あ、アーニャいるじゃん。アーニャ、顔決まってんな。顔決まってるアーニャがいたわ。さあ、今回のテーマは何でしょう。キッカースバックトゥースクール。は？何？ちょっと日本語、ちょっとググルググル調べます。あ、わかった。学校帰りだ、これ多分。なんか、学校から帰るじゃん。その下校するときの服って感じかな。つまり、これは学生服じゃない？バックバック。バックはやっぱ学生の方がいいよね。これ。なんだてめえ、その顔。よし、これで、ちょっと今回男の子に挑戦しようか。男の子でチャンピオン取ったらマジですごいよ。これかな。やばい、もうやだわ、これ。男の子。あー、あ、これかっこいい、イケメン。は？なんで？なんで？なんでそうなる？え？ちょっと待って。なんで髪の毛そこにつくの？え？なんで髪の毛そこにつくの？ふざけ、なんでこれはちゃんとつくんだよ、お前。ちょっと待って。なんで髪の毛つかないの、これちゃんと。かっこいい髪の毛にしたい。男の子。あ、これでいっか。これでいけるか？俺、これで勝てるかな？
よし、今回これで勝とう。学校帰りでしょ。制服制服、あ、制服 VIP のルームにあるかな。 VIP ルームちょっと見てみましょう。制服制服、ああーでもこれ女の子用だな。男の子用は、あ、男の子、ある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 、学生服みたいな、ちょっと違う。学生服どれだ。あ、これいや違うな違うな、どう考えてもこれ、いやダサいって、めちゃめちゃダサいって、やばい、時間ない時間ないめっちゃダサいことになってるって。あー、この中だった、あ、これいいじゃん。ちょっと髪型変えよう。髪型ダメだこれいや終わってるわ、髪型終わってるんでちょっと変えます。これさ、この髪型なんでそこにつくんだよ、マジでおかしいだろ。背投げが背中毛、略して背投げが生えてるわ。いやー、これ髪の毛はちょっとこっちにしようか。男の子の髪型、男の子の、あ、これかっこいいじゃんダセーなー。あ、これにしよう。よし、これで髪、ちょっと顔変えましょうか。顔変えたらね、結構変わる気がする。一回肌の色をまた明るくしましょうか。よしよし、いいぞ。学校帰り、あ、でも学校帰りっぽくなってきたね。髪の毛黒く染めようかな。いや、金髪にしよう。あ、でも金髪、いや、黒、グレー、あ、黒いいね。あ、いいじゃん、めっちゃいい。これで髪、これで顔をイケメンにすればいけるかもしんない。どれにしようかな。うわー、強盗犯強盗犯みたいな顔してますわ。どれにしようかな。でも学校帰りだから、ほら、学校終わって嬉しいみたいな感じの顔でもいいね。すっごい笑顔、水溜りボンドのトミーさんに似てるな。どれだろう。でもやっぱこれ、いや、これ可愛いな、マジで。学校帰り、あ、これめっちゃいいじゃん。あ、これ可愛い、可愛い、これにしよう。これめっちゃ可愛いじゃん。皆さん、これ可愛くないですか。めちゃくちゃ可愛い、めっちゃ好き。よし、来ました、学校。これ強盗帰りだろ、マジで。お、学校だ、すごい。キッカーズ、すごい、これテーマに合わせて舞台が変わるんだ。え、めっちゃいいじゃん、音楽かっこいい。おー、審査員、私に5点入れてください。あとで1万円1人ずつあげるんで。さあ、最初はピーマさん、さあどんな感じだ、学校帰り。さあ、はい、お手並み拝見しましょう。おー、いや、ちょっとさ、セクシーすぎない？いや、可愛い、もちろん可愛いけど、これはね、合ってないと思う、俺的に。あー、派手髪だね。でもこれいいね、レイジー、なんかだるいみたいな意味だったかな、確か。これはちょっとね、いいね、結構好きです。これは星4。多分皆さんもね、この何分何秒の人のファッションめっちゃ好きとかあったら、ぜひコメント書いてください。おー、あ、いいね、これも星3かな。リボンがでかいリボンがでかいから3リボンには厳しいよ、私。おーおい、なわけあるかい。もう学校行くな、そんな学校で。これ2だなあ、プロモデルの人なんだこの人。絶対やめた方がいいよこの人。お、来た、俺だ。さあ来い、学校帰り。お、雨降ってるし、え、よくないこれ、学校帰り、可愛くね、マジで。学校帰りでちょっと雨だけど急げみたいな、カバンをこう頭に乗せて急げ急げみたいな、そういう感じしませんか可愛い可愛いけど、学校帰り2かな。いや、3にしよう、3だな。うん、お、終わったか。あ、まだや。ヘイBGM 受けるな。うわ、すげえ。いや、学校これ5だな、悔しいけどこれ5だわ。これすごくね、学校帰りって感じする。いや、この人マジすごいわ。あ、まだいる、これで最後かな。おい、こいつも調子乗ってんな。あ、でもプロモデルの人だ。学校か、学校、もはやもう学校すら関係なくないか。いや、すごいよ、ゴージャスだけど星2かな。ヘイおい、まだいんのかよ。これ最後っぽいね。おー、あ、すごいハート出てる、足から。足がすごいいい匂いするんだ多分。星3かな。でも、あ、でもちゃんとスクールバッグ、学校用のバッグ背負ってるね。おー、来た、頼む、マジで頼む、2連勝したい、2連勝したい、頼む頼む、よし。皆さん、グッドボタンよろしくお願いしますおい、ちょっとこれやらせ入ってんだろ。おい、ちょっと待って、やらせ入ってるって絶対、28点って。まあでもね、皆さん、他にもね、こういう動画たくさん出しているので、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。さようなら、1位取れました。
最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録は上のボタンをポチッ。 Twitter、Instagram、TikTok のアカウントはこちら。テキトチャンネルの最新動画もチェックしていってね。バイバーイ。